さあ、どこから行きましょうか。そろそろジョスタスの館行くか。いや、バガー研究所行こう。ガンガンメモステージをクリアしていこう。なんかロックマン感があるな。この BGM といい、この感じ。水の流れてる感じ。ロックマン感があんのよ。危ない。爆破のノックバックが怖いな。なんだ気持ち悪いやつこいつ。なんてこったい。あ、倒し直しか。あー、すごい厄介、あいつ。あの攻撃、地味に厄介。よし。うわあ、もうロックマンやん。完全にこんなんロックマンやん。これは飛べないから、こっから乗り継いでいくしかないのか。違うな。めんどくさい。カエルで行こう。よし、カエルでちょっと楽した。こっちに来れるんかよ。あ、左側ルートなし。左側ルートありがちやと思ってまうねんな。思い込みがすごい。あいつに噛まれると厄介やな。ここもどっか隠しルートあるっぽいんやけど、どこか全然分からへんな。ちゃうな。あいつに当たるとあかんな。よーし、ゴール。とりあえずのゴール。一旦ゴールしておきたかったのでゴール。そして新たな王を祝福する歌が響き渡り、わしはその瞬間から王となったのじゃ。なんてかも、なんて書いてんねや。再冠式かなで、そんなに複雑ですのね。うちの子にはまだまだ難しそうですわ。ご子息には見どころがありますぞ。先達として、わしがみっちり指導しておきましょう。陛下は、噂の通り素敵なお方ね。勇ましいだけでなく、気高いお方。私、あなたのことが、いけませんわね。わしはあなたが思うほど、高潔な人間ではない。王の身でありながら一人の男でありたいと望んでばかりでな。口説かれとんねんで、母親が。親ちょうどいいところに。トレドムア王がおっしゃるには間もなくリンゴマスの池だそうですよ。そうそう、その池じゃ、リンゴマスの池。おっと若者よ、一つだけ伝えておこう。勝利のためにこれだけは忘れるでない。リンゴマスキングはわしと違って無礼者を容赦なく懲らしめるぞ。トレドムア陛下の、アドバイスをしっかり聞いておくのですよ。陛下のおかげでもうすぐリンゴマスキングとお近づきになれるんですからね。お力になれて何よりですよ、ご婦人。頑張れよ。お母様もわしも思いは一つだ。思いは一つとはどういう意味だ？母上どういうことです？そやつには近づかないでいただこう。とりあえずこのまま直進しますよ。いいですか？2番目の女子殺ジャッジには、くれぐれも失礼のないようにしてくださいね。王冠が落ちてんねんけど。ほったらかしでいいんか。行ってきやーす。もうやっぱ裏ルートあるっぽいな。全然裏ルートがどっかわからんかった。というか、王冠1個しか見つかってないの。全然見つかってないよね。これか。見つけました。新たな道を追う。どこに王冠があんねや。まだ王冠も見つかってない。ここは発見。ここは発見です。あいつ激しいな。あいつ激しいね。激しいな、あいつ。あいつの激しさよ。なんかついでに当てたろうと思って。ついでに当てようと必死になってもうたな。そうか。敵を倒すことに集中しすぎてるな。思うつぼやわ。制作人の思うつぼやで、ね。ちゃう、間違えた。あれに一旦捕まって落ちてから行けやな。あれ、捕まってない。押したはずだ。上は押した。ただタイミングが合ってなかった。でもこれ難しいな。これ難しいで、なんか。ダッシュし終わったところにはもうないんよね、はしごが。過ぎてんのよ、はしご。ない。降りすぎた。降りすぎや、それは。位置的には良かったんやけどね。降りすぎやね。危ない。行った。ここからどうしたらいいんや？あ、じゃあ、回ってる。そっか、回ったらすぐ、はしごのとこまで行かなあかんね。あいつに当てたらすぐはしごのとこ行かなあかんね。オッケー、耐えた。オッケー、耐えた。あいつ復活しよった。なんか2体目来てる。2体目が来てんねんけど、おかしい。よし。また結局2体目来んのね。あー、じゃあ押してもうた。2回も押してもうた。いや、冷静に行けばいけるわ、これ。冷静に行けばの話やけどな。いかんねん。いかんからこんだけかかってんねん。ああ、これはやっぱ一個一個対処していかなあかんわ。1対他は無理や。焦りすぎたらあかんな。一個一個やで、あれは。また奥にあんな2体ぐらい待ち構えとったからね。これは一個一個いかなあかん。忘れちゃいけない一つずつです。どうしても焦ってまうねんな。こんだけ繰り返し作業やっとったらもうどうでもよくなってきてまうねんな。ちょっと引き寄せても回って倒す、横移動、倒して戻る。はい、 OK。 これも引き寄せての移動してここで倒す。はい、OK。 一個一個いきましょう。一体ずつ引き寄せて、はい、倒して、次ラストか。君はラストだ。お行きなさい。あ、じゃあ俺もお行きになった。そうそう、あいつに当たった後すぐはしごの方に移動しながら、当たったらその場で回転しだすからね。キングナイトはもう当たった瞬間その場で回転しだすから、はしごの方まではこっちで十字キーでセルフサービスなんやね。オッケー、来た。やっとや。やっとゴールしたけど、多分王冠また1個足らんな。王冠1個どこなんや。せっかく別ルートのゴール見つけたら王冠足らんねん。さあ、まだ普通のステージは3ステージぐらいありますね。奥が深いな。ステージ数多いですね、これ。今回のダウンロードコンテンツかなりボリューミーですね。今までのスペクターナイトのやつとか8時間とかでクリアしてたから、多分倍ぐらいあるね、総合的に言えば。さあ、じゃあ、ここにしようか。古代都市ベトベト、ベトベト教か。はい。ピンポイントで魚に当たった。これは魚に当たった上で踏んでってことかな。あ、一発で消えちゃうのか。無理やり取りに行った方が良かったか。はい、死んだ。結局死ぬんだけどね。結局王冠取りに行くことで死ぬんだけど。あ、落ちちゃった。落ちてよ、落ちてよ。あ、ここはなんもないんだ。あ、弾かれんのあいつ。あれ、弾かねんのね。よし、とりあえずあいつをやり過ごした。違う、俺下に降りたかった。間に合った。もういい、あれは犠牲にしよう。で、降りても、捕まりきれない。飛距離が足らん。高さが足らんかったね。なんもないやん。なんもないこと気づいてなかったやん。よし。痛い。ゴールすりゃよかった。なんか、もしかしたら右下になんかあるかもな。右下に王冠あるんかもなって思ってもね。なかったやん、結局。よし、ゴール。王冠2個ぐらいしか見つけてないな。やっぱ1個足らん。あら。なんか、2体ぐらい、なんか顔見知りのやつがおんねんけど。大体友達のやつがおんねんけど。続いていきましょう。なんだこれ。いた。あ、これは背景かよ。こういうことね。これはなんだ？おー、なるほど。なんかあれに乗った方が良さそうな感じがするな。あれにあのまま乗っていくと何があるか。間違えた。ああ、乗せて。乗せて欲しかった。なんもないんかい。ダメージ受けるだけかいな。あちゃお。なぜ落ちる？なぜ落ちる？真横から当たらんとあかんねんな。回転状態で当たっても意味はないと。真横から当たって真横から当たる。ああ、そういうことでルートを開拓するわけね。で、あ、ちゃう。待って。そうか。そっちまで行っちゃうんか。あやとち石だ。そっちまで行っちゃうのね。ああ、なるほど。よし。で、ここはどういくんや。こうやっての、ここか。ここに入り込むのね。よし。なんとか倒した。なんだこれ。ロックマンやん。よし。これは3つ見つけたか？あ、ここは3つ見つけた。一発で3つ見つけた。そう、リンゴマスキングにだいぶ近づいてきましたね。残り2ステージ。